どうも、レオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは、竜が如くオンラインスクラッチやっていきたいと思います。まあ、ポチ編が終わり、レオ編ってとこですね。まあ、この、ちょっと引いちゃってるのは、デイリー消化のためのやつですけど、500そうだ枚ね。あるんで、まあ、ポチよりちょっと少ないですけど、まあ、出しますよ。出したれ。やったりますよ。もう早速いくぜ。5枚出せばいいんだよ。100枚に1枚出せばいいだけの話。そうだ。行くぜ。もうで、最初から出してもいいよ、もそう、久々のスクラッチだったからすっかり忘れちゃってたんですけど、う。僕らね、アホだから、すっかり忘れワンチャンね、ワンチャンと言われてる何かね。てた。何か。あれ、僕ももう、ポチさん2回騙されたんで、僕もちょっと1回だけ騙されてやろうかなと思いますよ。ちゃんと出た。ちゃんと出ました。じゃあ、騙されに行くしかない。ちょっと騙されに今、行くわ。騙されに行くって言った瞬間出たよ。そうだね。騙されてやりますよ。もう踊らされてやりますよ。こっちも。お待ちもうしておリューりゼまロっした。てあれでしょ？バさあ、ブルの時のこ話ちなんらでしへ。ょ？バもうブそル。のバブルに踊らされてやりますよ。行く踊るぞ。ぜ。踊るぜ。はい。3倍、3倍、3倍、3倍。白いじゃん。青3いじ倍、ゃんか。3倍。はい、出たー。3倍。うい、3倍。何が3倍じゃん、もう。もう。やっぱあいつと仲良くなれ、もうなんかまたあいつと仲良くなれねえわ。真島ごさん満だから、足いただけましたいか？けるか、満足できるか、そんな。よし、行くよぞ。し、もう、僧兵をね、僧兵を取るために頑張りますよ。そうへい。そうへい。そうへいの顔が4つ来たらどうする？バグだよ。いっそそうしてくれたら面白かったのに平の顔が4つ来たら4枚。何が、僧兵が？やっぱ踊る、そうへい4枚。笑うけどね。そっか、そうへいの顔が1枚でも入ってたら1枚。なる2ほど枚ね。入ってたら2枚。そういうシステそう、たまにしか入んない。レア、そうへい。ム。で もうあれでしょ？一等のここの僧兵の顔が気に入っちゃってるだけでしょ？ポチさん。いい顔してるよね。そう、ふ んっていう顔してるよね。もうちょっと顔難しい。そう。難しいっすよね。ちょっと笑ってる時にフンって言いながら笑うやつ。そうだね。なんかさ、あれだよね。これさ、このさ、スクラッチの最初にさ、お話があったじゃん、ストーリーが。ありましたね。でさ、なんか事務所でさ、僧兵がみんな3人呼んでさ、なんかスクラッチがなんやらみたいな言ってま言っしてたるね。時にさ、アワーの一人だけ踊っててさ、そう、あいおつ。ちょくってんのか、それ。やっぱ思ったよね。お前の、なんで踊ってんの？とあいつ組長バカにしてるよね。へい、わかりました、みたいな。分かってないじゃんね、あれなんで。ちょっとあれ見て笑っちゃったんだよ、一人で。おい、ちゃんと、一人踊ってんだもん。そうだね。まあでもそう考えるとあれなのかもしれないですけどね。堂島宗平という男のさ、器のでかさが垣間見える瞬間なのかもしれないそうでだす。ね。あれ、そう考えると、久世さんはバイク乗ってたのかな、室そう。内で。バイク乗って一人は鉄パイプズルズルしながらバイクで来るしさ。事務所の一人中はだっ事て務思っ所の中で踊ってるし一さ。人だけまともだったね、じゃあね。そうだね。そっちの踊ってる方に目いっちゃったけど、ひどいことになってたひね。どいことになってるね。3等ばっかり出るじゃん。三等ばっかだな。おかしいな。俺が靴コレクターになってんだけど。ちょっこれは、と、ポチのやめスクラッて。チの運がレオに行ったんじゃないの？やだよ、そんなの。なんで、これ以上俺に、あれなの？ポチは何とかしてさ、俺を竜王引退に追い違う込みた違い。う違うよ。君があんだけ一緒にやろうって言い出してきたのに。そうだよ、やろうって言った。一緒にやろうよって。俺でも気づいたことあるんだよね。この前、ふと思ったんですよ。初期のグランド真島のさ、まあ、今度復刻されますけど、西谷さんのイベントあったじゃないですか。
あの時にグランド真島とさ、牧村誠と出たじゃないですか。うん、で、あれ以来のゼロの今回あるじゃないですか、うん。コラボというかイベントじゃないですか。うん、俺、龍が如くゼロに縁がないのかもしれないわ。マジか。あれ、靴だった。なんかさ、あんまり縁がないゼロに。弾ける、勝てるイメージが湧かないんで。でも安心して。ゼロの次は1だから。なるほどね。うん。1ってなったら俺多分、あれだと思うんだよね。出る気がするんだよね。そうでしょ。でも2の方がいいでしょ、レオ。そう、まあ、リュウジがね、好きなんだけど、うん、でも、ほら、やっぱりこうやってさ、ポチと一緒にさ、リュウオンやってるじゃん、うん、そうするとさ、キリュウを見てた錦の気持ちが痛いほどわかるわけよ。こっちとしても。どうしよう、錦みたいになっちゃうの？そう、鬼と化す気持ちもね、わかるわけよ。おやだ涙ながらにね、止めようとしてもね、山の中に置いてかれ。置いてかれ。で、何言っても、気流、気流と言われ。言われ、周りからはね、気流がいればなって言われ。言われ。おいしいとこ全部持ってかれるわけです。お前はって言われて。そう、お前は。しょうもないじゃないけど、そんなもんかと、気流がいればなって。そう。なるわけですよ。もうね、重なってくる。だからレオの方は錦いっぱい出るの？そうだと思うよ、多分。惹かれるものがあるのかな、錦が。そう。わかるぞ、と。うん。もう、あれじゃん。錦にするしかないんじゃん。何？自分のアバターってか、なんだっけ、あれ。ああ、その、キャラ、キャラね、ホームのキャラ。そう、本当にね、そうすべきなんじゃないかと思い始めている。こっちは真島さんだよ。そうでしょうね、うん、まあね、ほんとね、もうね、やっぱね、こう、差が出るわけです。ホーム画面は真島さんしかおかん。全然出ないんですけど、どうすればいいです。3頭いっぱい出てたよ、さっき。3頭はね、首が欲しいんじゃって言えばいいじゃん。首欲しいって言えばいいかな。カムロップの首が欲しいんじゃって。俺ちょっとポチさんほどそんなにね、武闘派じゃないんで、そこまでのね、ことはね、って思ってはいるんですけど。そう。でも、カムロップさ、着ぐるみだから首取れても大丈夫だよ。まあ、そうだね。なんなら SR の時ちょっと取ってるしね。取れてるしね。おかしいなぁ。道島が来るかもしれない。翔平が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 来ればいいんだよ。うちらなんでさ、下の名前で呼び出してんだろうね。よくよく考えたら。いや、道島っていっぱいいるからさ。大悟だったり。あ、そうね。お母さんだったり。弥生だったり。うん。あ、来た来た、2頭。逆に言うとその3人しかいねえんだけど。いっぱいはいねえんだよ。3人もいるから3がいっぱいってもうなんかあれだからね、どこぞの部族みたいな感じだからね。 2以上いっぱい、1、2、いっぱい、いっぱい、1、2、いっぱい、いっぱいだよ、同時もいっぱいいるから。だから下の名前で呼ばなきゃいけない。そうだね、うん、小学校とかでもそうだったでしょ。同じ苗字がいるとさ、下の名前で呼ばれるでしょ。まあね、そうだね。そう、なんとか、みたいな。または、道島、かとか道島。かっこ何々みたいな。そう、かっこ、そう、なんか。かっこ大。そう。大とか、そう。かっこそう。そう。かっこやとか。そうだね。3人なんだよな。あれ、他に道島っていなかったっけ。道島の龍はいるけどね。ああ、そっか。そうだね。道島組の人とかはいっぱいいるけど、それはもちろんね。名字違うもんね。名字は違うよ。桐生さんって言ってるからね。ファミリーじゃないもんね。まあ、ファミリーっちゃファミリーだよ。坂月はね、あれですから。モノホンのファミリーじゃないもんね。そうだね。まあまあ、そうですね。モノホンのファミリーは3人だけど。3人だけど、それはそうだよ。そうやったなぁ。3頭しか出んじゃん。出ないね。そっから。頑張って。
頑張るっていうのもなんかまだ58枚しかもないですけど、どうしよう。これはこれは映った、映んの、うん、もうやめてよ、これ以上今日俺から奪わないでくれ。今日はポチのスクラッチの日。マジでもう根こそぎ持ってくじゃん、うん、レオのスクラッチの日じゃなかった。いつもだってレオ出るじゃん、いつもすぐさ、もう俺5枚取ったわって言ってさ、まだなのみたいなポチに、いや、いいじゃん、スクラッチの時ぐらいよくない？まだなのって、スクラッチの時ぐらいよくない？俺に今回は見てろよ、ポチが先に集めて、え、まだなのって。じゃあ一体も俺にまじまくれないしさ、まだ総平みたいな、違うじゃん、トータルで考えようぜ、もうポチ揃ったわって。トータルで言ったら俺もうボロ負けですからね、あなたにね。大丈夫、そんなことない。これ以上まだ何かむしった方がいいんすか俺から。いや6等だった、もう煽ってるじゃん。ああ6等だった。なんだよ、なんだよ、なんでそんなえぐってくる。あ、5等だった。すげえ煽ってくるじゃないですか。あ、6等。これちょっと待って。あれ？今回、スクラッチの、金スクラッチが意地悪にするね。ちょっと待って。え？あ、これ、まずいですね。今何枚引いた？でも結構半分以上いってんじゃないですか。お願いよ。10枚ぐらいありましたけど。うん、いいよ、最初に。うんうん。うん、最初にカムロップが。3等以上出ないんだから。最初にカムロップが出るのいいよ。出してきた。全然だけど。最初にカムロップのいいよ。これ、ちょっと。カムロップ、カムロップで、あ、Gコインだけはポチよりあったわ。あ、ほんとだ、うん、どんだけポチ出なかったんだろう。じゃあお待ちしておりました。無難著こちらへ。無難著がいい、行くぞ。無難著がいい。え、でも何がいいの？無難著、何でもいいし。何でもいいっていうのじゃ、ほんわかしすぎだよ。ほんわかってなんだ。ほんわりだった？ふんわりしすぎだよ。青いじゃん、赤レバーだ、赤だったのに。わからん、まだそっからの、そっからの、からの金は2個出てるけど、うん、ほら、まあボロボロだ、だだ、涙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 よ、助けてくれ。3倍だよ。だもう、ね、もうこの30パーいくわ。30パーは3倍になんないよ。いや、いい、30パー、30パー。まあ、いくわ、もう。逆に30パーの方が今信じれるかもしれん。そうよ、もう俺は何にもないんや。せめてこれぐらい白いじゃん。わからん、まだ。ほら、緑。ああ、うだい、こっからの。こっからの。金。ダメだ。ダメだ。今回ダメだよ。今回ダメだ。今回まずいですよ。今回これはダメだ。もう深追いしちゃいけん。これちょっともうダメだ。ダメだ。傷が広がる一方だ。うん、深追いしたらやばいやつ。ダメだこれ。よし。よし、もう、ちょっと、こういう時は潔く諦めていくことにするわ。うん、そうだね。ちょっと淡々とスクラッチを削り、次に備えるわ。うん、そうしよう。まあ言うてショップ交換とかでも総平は取れるんでね。うん、まあそこも含めていつか出会えることを信じてスクラッチをしていこうと思いますよ、うん、はいはい。じゃあ今回はここまでで、最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。